なんで植物は根っこがたくさん増えたり葉っぱをいっぱい作ったりある時から急に花になったり、だからその発生の過程でのその形を作る仕組みがどうも植物と動物ではだいぶ違ってるんだってことがとても不思議で、それをなんとか分かるようになりたいなって思って研究を続けてるわけです。例えばこの葉っぱ作る時にはこの一番先のところに芽があります。でこの芽が実は自分で増えながら同時にある時には葉っぱに変わり、ある時にはもう花になっちゃったりする。だからその芽のところで常に増えながら新しいものに変わっていくという両方同時にやらなくちゃいけないですね。その仕組みが分かんない。多分高校生の皆さんなら習ったことがあると思いますけど、導管と弛管っていう2つの管があって、一つは葉っぱからの栄養を運ぶようなそういった管、これ弛管って言いますし、根っこから水を運ぶ管、これ導管って言います。だからこういう管は実はその間にどっちでもなれるようなそういう組織があって、これが増えながらある時は導管を作ろう、ある時は弛管を作ろうってこうスイッチングしてる。茎の先端と根の先端と全く同じで違うものをこう作りながら増えてる。で植物にはこの主に3つの組織で新しいものを作ってるんですけども、そこの制御の仕組み知りたいっていう、そこを今特に注目して研究しています。僕はこういう研究を自分の学生大学の頃からやってますけど、大学院の頃に始めた時にはとにかく暗中模索、ほとんど分からない。でその頃に知りたいなって思ったことのどうですかね、とても大事ないくつかは最近、ようやく最近ですけど30年経ってようやくそれが分かってきました。なんでこう導管な導管という細胞ができるのって、きっとそれを指令するような遺伝子があるはずだよねって、それをずっと昔から追い求めたんだけど、これが数年前に、分かりました。それからあと細胞と細胞の間でコミュニケーションしてるはずだって、でそれの大事な因子を探したいって、これもごく最近そのいくつか見つけられて、だからその大事だと思ってる遺伝子のうちの数個見つけた。だけどきっとそういう類の遺伝子ってまだまだ1000のレベルであるんじゃないかなって。そうするとようやく僕たちは数個ですので、せいぜい 1% ぐらいだけど、一番大事なきっとこうだっていうロジックは見つけたような気がするので、そういう意味ではここから先の解決、なんていうか分かることはもっとずっと早いんじゃないかと思いますけど。なんか人のためだとか社会のために役に立つ研究がとても大事でって、そういうようなことになってますけれども、1年後に役に立つだとか5年後に役に立つ研究をしようとしても真の意味で役に立たない。だからもっと本当に面白いと思ったことを徹底的に研究することで、そうするとそれが50年後とか20年後に役に立つ。生き物を見ていること自身がとっても不思議で楽しい。でこれは植物でも同じで、植物動けないって言うんだけど、あれは僕は間違っていると思ってて、動けないんじゃなくて動かない。その代わりに植物はとってもこういろんなことに敏感に応答します。例えばこう葉っぱなんかだって朝から昼夜にかけてこう開いて こういう運動するんですね、ずっと。それからもう一つの楽しさは、その僕たちがこう問いをするわけですね、生き物に対して。こういうどうしてこんなことするのって聞くわけですね。でその問いが正しいときには生き物は必ずきちんとした答えを返してくる。問いかけとそれの返ってきた喜びみたいのが、これはとてもサイエンスをするその醍醐味のような気がします。研究ですね、僕にとっての研究は、今の僕にとっては研究が全てかな。家族はもしかすると結構被害を受けてるかもしれませんけど。